こんちはす。あたい、ラーメンヤンキー。すすり！ぷわー。あ、これ。メンマ。紛らわしくて、ごめんや、武蔵。ダチのみんな、久しぶりだね。ずいぶん間隔空いちまった。その間に、いろんなダチから、すすり姉さんの動画はいつ更新ですか？すすり姉さん、今度のペヤング食べるんすか？的なことを言われた。あたい、確信したよ。隠れファンはいる。すすり！ミュージックスタート！どうだ、いてて、いって全国のそのすすりファンたちから送られてきやがった。このペヤングたち、ダチたち、ありがとう証明。前回のバトルですっごいお腹痛くなって、トイレで苦しかった。あんま遊び半分でやんない方がいいという結論に至った。機会を見つけてタイマン張るぜ。いや、張らない、かも。決めかねてるぜ。こないだたい、いつもみたいにコンビニの前でたむろしてたのさ。そしたらよ、このあたいに喧嘩売ってきたやつがいたんだ。それがこいつだ。メンダチョコ野郎。あん、メンダチョコ野郎、メンダチョコ野郎。ヤッターメンとチロルチョコのコラボ。豚麺、旨辛豚骨味。豚卵、旨辛豚骨味。豚骨スナック、一風堂豚丸。ベビースター、ラーメン丸。天下一品こってり味。こいつらを一つ一つぶっ潰してやるぜ。それではタイマン貼ってみてえと思う。まずは、メンダチョコ野郎。いい名前だ。チョコがラーメンの丼で、中にパリパリの麺が入ってやがる。うめえ。これうめえ。すごい不思議な感覚だ。これうめえ。ミュージックスタート。うめえぜ。ベビースターラーメン丸天下一品コラボ。待てよ、開けた途端外れだと。どういうことだ。ずいぶんなご挨拶だね、このすすり様に。あ、あたいスープもコメントもぬるいのは比例だから、ちゃんとビシッと本音を言うけど、あたいの好みではない。こう天下一品らしさを感じない。今後に期待。決まり！一風堂、とんまる。こんな感じだ。こいつ、味にすごく深みがある。ニンニクの香りや、紅生姜の香りもする。そして何より豚骨感ガツンとくるぜ。うめえ。ミュージックスタート。こいつはうめえ。いいダチになったぜ。あたい好き、こいつ。チャーシューがまた取れちまった。普通のノーマル豚麺とは違う、旨辛豚骨味。こんなやつがいたんなんだ。豚麺にはフォーク。それがあたいの流儀だ。本当は、プラスチックのフォークだと思っといてよな。3分待ってる間に、
やったーめん、チロルチョコパック。こいついってみよう。コラボ。おい、待て。メンタチョコ野郎と似てるぞ。こいつらもしかして、兄弟か？味わいに差がある。こっちはチョコ食ってる感じ。チョコの間にラーメン。こっちはチョコとラーメンを一緒に食ってる感じ。まあ、好みだな。豚麺、旨辛豚骨味が出来上がったと思う。食べてみよう。お、辛っ。さすが豚麺。この値段でこのクオリティ。うん、うまい。ミュージックスタート。豚卵、旨辛豚骨風味、いってみよう。お、しかも待て待て、これおすすめの食べ方に豚麺に入れてっていうのがあるぞ。これな。うん、辛い、ピリ辛うずら。よし、豚麺にぶち込んだぜ。ほら見ろ、世界一の幸せ者だあたい。おい、めちゃくちゃ満足感上がるじゃねえか。これもうおやつじゃなくて飯。豚卵、おいおいおい、跳ねっ返りやろうめ。やっぱりラーメン最高。お菓子どももみんないい立ちだぜ。麺類みな兄弟。オッケー、この動画が良かったなって思った立ちたちはチャンネル登録といい麺ボタン押してくれよな。以上、ラーメンヤンキーススミでした。また見てくれいめん。テンションテンションもりもり盛岡、また会おうぜ。激辛マックスエンド、極激辛ファイナル、極激辛ニンニク、極激辛ハーフ&ハーフ。これがそうだよな。なんか塾の帰りとか塾の前とか小腹空いてる時に食うとうまいんだよなって言ってるクラスのガリ勉がいた。あたい塾なんか行かねえから。